ジョージ・クラムとその妹系とウィックス・ジョージ・クラムはアメリカの料理人。ポテトチップス発明者と確実視されているアフリカ系アメリカ人であるインディアン系アメリカ人。本名ジョージ・スペック。ニューヨーク州サラトガスプリングズのレストラン、ムーンズ・レイク・ハウスの料理人。あとにレストラン、クラムオーナーシェフ。アメリカでは大富豪からのクレームでポテトチップスが生まれた逸話が有名である。 ジョージ・クラムは、1824年7月15日に、アフリカ系アメリカ人の父アブラハムとインディアン系アメリカ人であり、料理人でもあった母、ダイアナの息子として、アメリカ合衆国ニューヨーク州北部サラトガ群で生まれた。インディアンとアフリカ系の根血であることから、ハムアフリカハンインディアンのコックとも呼ばれる。なお、母方に、ドイツ系移民混血の可能性も指摘されているが、 国勢調査では外見からか黒人と記入されることが多い。彼の家族はボールストンスパやマルタに住んでいたとされるがはっきりしていない。国勢調査によれば少なくとも1850年9月までにはサラトガに移転していたみられる。当時マンハッタンなどにニューヨークの成功者が現れ、サラトガ地方は暑さを避ける夏のキャンプ地として人気を得て、 当時の金持ちやエリートが集まるようになっており、それに伴い余暇を持て余した富裕層に自然観光が行われていた。この際に自然に対して白色な現地インディアンが雇用されていた。これらは観光のみならず狩猟や釣り、また買った動物や魚などの調理も提供するようになる。この頃の彼とその家族の動向ははっきりしていないが、ボールストンスパにおける 奴隷解放は1820年代であり、大半の解放された直後の黒人やインディアンは読み書きができない状況下にあり、食探しと貧困に苦労しているのが一般的な姿である。これらの環境で育った彼はアディロンダック産地でガイドとして働く傍ら野生の鹿やカモの料理を意欲的に研究しており、その試行錯誤は実験的だったという。 1850年代には、ムーンズレイクハウスに雇われ、彼の料理は有名になっていく。クラムの料理は人気を集め、時には長時間客を待たせるようになったという。彼は工夫をし、パンクズをバスケットに乗せて、料理が出るまでの間を取り持った。ムーンズレイクハウスは、さらなる人気の高まりから、高級レストランと化していく。同レストランの常連には、 アメリカ初期の大富豪であり、当時鉄道王とも呼ばれたコーネリアス・バンダービルトがいた。バンダービルトは彼の料理を大変気に入りに入り毎月のように通う常連客となったものの、彼のスペックという名前を覚えようとはしなかったが、彼の調理したパン粉をエイトレスよりも偉大であると絶賛した。そのことをきっかけに自らのニックネームをクラムとすることを決意する。クラムの店は、 1890年に閉店するまで、ウィリアム・バンダービルと、コーネリアス・バンダービルと、ジェイ・グールド、ヘンリー・ヒルトンなどの富裕層に愛された。ある日に客が、ポテトフライが熱すぎるとクレームを言っては何度も、作り替えさせた。困惑しうんざりしたクラムは、フォークで刺せないほどに薄く切り、カリカリに揚げたポテトを考案し、客への嫌がらせのつもりで出したところ、 意外にも客には大変好評だったという。この料理はすぐにサラトガチップスという名でレストランのメニューに登場し、その後すぐにこの料理は各地に広まり、一般的なものになった。クラムはこの商品の可能性に目をつけ、商品化することにより、富を得て1860年サラトガスプリングズ南岸に自らのレストランを開く。この1860年は、 くしくも奴隷制拡大反対を唱えるエイブラハムリンカーンの当選の年である。サラトガチップスは複数の名前を経て現在のポテトチップスの原型になったと考えられている。クラムの妹系統スはその発明を偶然であったと1932年の新聞インタビューで述べている。これらのことから ポテトチップスの発明は1853年8月24日とされている。なお、ポテトチップス発明のきっかけとなったクレーム客は、前室の大富豪、コーネリアス・バンダービルトではないかとも言われているが、はっきりしていない。ありがとうございます。